こんにちはマウントリスです今回はこの間作った尾翼の状態を確認するとともに設計図を一部お見せしたいと思っています上半角をよりつけるために止め直した尾翼を一晩置きましたのでその状態を確認していきます 固定のためにつけてあった待ち針を外して持ち上げてみるときちっと止まっていることがわかります。このように上半角は修正前に比べてしっかりとつけることができています。45度くらいの風に調整をしてあります。接着剤が台座につかないようにつけてあるこのワックスペーパーはもう外してしまって構わないのでピンセットで慎重に取っていきます。無理やり外すともしかしたらあの他のところとくっついていて 骨組みを壊してしまうかもしれないので、こういう時はかなり慎重に作業をしています。ただ、いずれのワックスペーパーもスムーズに剥がれているので、狙い通り台座につかないように、うまいこと接着剤との間で噛んでくれてたことがわかります。全体的に状態も綺麗なので、修正は大成功だったと思います。上半角をさらにつけると、 フィルムにたるみが出てしまうときがあるんですが、今回はそういったこともなかったので、フィルムの修正は特に行いません。重さも一応測っておきます。通常私が競技用で作ってる機種ですと、この部分だけで倍ぐらいのサイズがあって 0.13g くらいなんですが、今回 0.5g ということで、まあ、かなり重いですが、設計上は特に問題がないレベルに収まっています。今回作る予定の機種を 3D CAD で 一旦モデリングはしてありますので、それを元に見せながら少し全体の構造をご説明します。まずはじめに今作った尾翼ですけれども、こうやって正面から見るとわかる通り、進行方向に向かって右側が傾いている状態になっています。これは大きく左旋回をさせながら上昇させていくための構造です。つまり、向かって先頭の方が左に曲がっていくということは尾翼は右に流れるということです。次に、 機体の重心ですが、主翼の、あの、浮力の中心よりもやや後ろの方に、微翼、あの、重心がある設計になっています。尾翼のところのつなぎは、先ほど申し上げたとおり、ヤクルトのストローをつないであります。途中でつないであるのは、左右のこの傾きですね、を調整して半回、旋回の半径を調整できるようにです。プロペラの中心のスパーや、モータースティックは割り箸です。 それ以外、主翼と尾翼の主な骨組みは食品トレイから切り出したものになります。プロペラですが、ヨーグルトの容器を切り出して作りました。今回は、小祝いの生乳100%ヨーグルトを使っています。これがスーパーでいろいろ見た感じ、私の設計とちょうど湾曲が合っていたのでこれを選んでいます。このように、 筒にに対ししててて斜めの方向に型紙をを置いいこれを切り出していきます。一体なんでこんなような変な切り出し方をしているのかと言いますと、この切り出した形をですね、えっ、ー、と、見てみるとわかるのですが、プロペラというのは、ひねられた形になっています。根元とプロペラの先端で、そのですね、角度が傾いているんですね。 その形を作るために筒状の容器を簡単に使ってこういう風な作り方をしています。どういうことかと言いますと、プロペラの先端の方は回転の半径に対して根元に比べて寝ている状態、プロペラの中心の方は回転の半径に対してより角度がついた状態で回転をさせていきます。普通はこのように、 えっと、専用のプロペラブロックを使ってこの湾曲を作っていくのですが、今回はこの筒状のものに対して斜めに切り出すことで、この状態を簡単に作るということをやっています。まあ多少不正確ですが、まあやらないよりマシということですし、まあいかにもプロペラっぽい形が簡単に作れるので、今回はこれを使っています。こうやって見てみると、根元とプロペラの先端の角度がひねられていて固る。 変わってるということが分かると思います。ちょっと事前に 3DCAD でいろいろ角度を変えながら、えっと、ちょうどいい角度になるような場所を見つけた後に実際のものを作りました。ご視聴ありがとうございました。引き続きですね、このシリーズを継続して、もうちょっと詳細な作り方とかも順次上げていこうと思いますので、この後もこの作り方知りたいなと思う方は、ぜひ通知が届きますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。